ちは。どうも、竹優です。霊夢よ。マリサだぜ。ベニリアよ。クランだよ。スーパーリザードかっこいい。アップデートで新たに追加されたユニットね。今回はこのスーパーリザードを使っていくよ。スーパーリザードは10枠という使いやすいユニットだぜ。使う、と言ってもただ後ろにつけるわけではなくて、ちょっと特殊な使い方をしてみようと思うよ。特殊な使い方？茜式、と呼ばれる戦術をご存知かな？突撃艦にライドラバルーンを入れて、クローンとレイジで内部から壊す戦術よね。今回はそれのウィザード版だよ。後で使った時に見るけれど、スーパーウィザードはライドラのようにチェーンが入って攻撃するわ。確かに、茜式の代わりになりそうね。さらに、ライドラよりも HP が低いのをカバーするために、インビジブルの呪文も使うことで、より延命するよ。お、インビジブルの呪文ね。確かに、相性が良さそうだぜ。また今度、茜式にインビジブルを加える、という使い方もしてみたいね。そろそろ攻めていくわよ。まず攻めるのはこちら。アチャクイが外側にいるから、処理がしやすくラバルには向いている村ね。まず一番にアチャクイ処理をヒーローでするつもりだよ。それから、突撃艦はどこに出す？一見、どこから出しても同じよね。大地クロスボウがあるから、上から行くよ。あらほんとね。タウンホール10ではクロスボウは3つだから、1つは対象になっていない配置が多いぜ。まだウィザードでどれだけ削れるのかが分かってきていないから、ラバルは削れ具合に応じて考えて回していこう。スタートね。アチャクイが外にあると、カモ村だから、嬉しすぎてトイレでウレションしちゃうわね。ちゃんとトイレには行くんだな。当たり前よ、レディーなんだから、レディーは日常でキションなんて言葉使いません。カナション、なんだよそれ。はいはい二人とも、プレイに集中するよ。普段集中していない竹優には言われたくない。失礼だな。突撃艦の前にはバルーンを出して、トラップ確認も忘れずにね。スケルトントラップが埋まっていたから、ベビドラで処理してみたよ。ここから本日2度目のシーンです。余計なこと言うな。クローン、レイジは先打ちできるけれど、インビジブルは数秒も大切だから、なるべく同時のタイミングで落とすわ。さあ壊せ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 。壊しすぎで井上壊しね。いや誰だよ。明治維新あたりですごかった人よ。説明雑すぎだろ。ごちゃごちゃ言っている間にごっそり半分近く壊せたね。ここは待機施設だから軽く壊しておくわね。ラバルパートのスタートよ。ここからさらにバルーンが25体も残っているなんて恐ろしいわね。呪文はヘイスト2発しか残っていないから大切に使おう。実はこの編成、今タウンホール13界隈ですごく流行っているんだけれど、13ではクローンの呪文は入っていないよ。代わりにインビジブルが2から3つ用意されていて、切れるたびに使っていく形よ。ただ、このタウンホール10ではインビジブルを複数持っていくことは不可能だから、その代わりとして、クローンを採用してみたよ。前回の動画ではインビジブルの使い方がいまいちわかっていなかったが、これは強そうだぜ。さ、ガーボイルを散らして全開だよ。手持ちに4体残しているじゃない。バルーンを回収として最後に出すと、結構早く壊してくれるわね。よし倍速倍速。かなりのバルーンが残ったまま全開だぜ。これは簡単でいいわね。ないさらよ。よしよし、資源もそこそこ。ラクエリ4000は十分ね。次のアタックに移るよ。ちょっと、またアチャクイが外側にある村じゃない？たまたま出たんだって。今回もさっきと同じように、アチャクイのいるところからヒーローパートを進める感じだな。そうなるね。突撃艦はどこから投げるの？ここから行けば、シングルインフェルノタワーとクロスボウ2機が壊せそうだよ。どうしたんだぜ？これ、今年のクリスマスツリーね。いやいやプランニング遮ってまで言うことじゃないでしょ。だって、竹優の村に全然生えてこないから、日頃の行いが悪いからな。関係ないでしょ。まずは安全にクイーンを外処理ね。このイズ一体追加しているのは何なの？気持ち火力の補強、それだけだよ。あまり何も考えていないのね。そうとも言う。シングルインフェルノタワーにババキンがタゲ取りされにくいよ。早めにフィストを使ってバーバリアンを増やす小技よ。よし、ババキンのタゲ取りも活かしつつ、突撃艦を投げよう。さあ構えて構えて。エア水に少し吹かれているわね。このくらいなら妥協。茜式とか、突撃艦を使うときには、エア水の正面は避けた方がいいわね。さあ暴れてこい。ビカーン、ビカビカビカーン、ババババババ、幼稚園児か。お、見た感じ、この村の半分をごっそりと削ってくれたね。なかなかいいんじゃない？これは竹優でも全開できそうね。よし、もうこれだけなら、適当にバーっと面出ししようか。そうやってナメプして事故るパターンかな？思い当たる節が多すぎて。いや思い当たるなよ。ラバルは上からでアッと面出しするよ。こうやってバルーンの進む道が綺麗に一本道になっている場合には、無難な面出しが良かったりするわね。スマホだと面出しが難しい。タブレットみたいに他県出しが難しいわね。そんなあなたに朗報が。どうしたの？先日、iPad を購入したよ。生意気な。これで、生放送とかも増やせればいいんじゃないかなって思っているよ。これまで何度か生放送しようとしていたけれど、オンボロタブレットがすぐ落ちたものね。
さて、攻めの方は雑な展開により家康に押されまくっているが、ここはヘイストをかけてカバーだね。シングルインフェルノタワーが2本だったけれど、バルーンからしたら大して怖くないわね。バルーンはマルチインフェルノタワーの方が天敵よ。よし、これだけバルーンが残っていたら十分かな。あとは松だけ、ダノブちゃんだね。ちょっと、松平定信のダノブちゃんよりは私の特許よ。いやいや意味わかんねえわ。というかいい加減まともな呼び方できないの。これにて全開。ないさらね。スーパーウィザード、簡単でいいわね。まとめに入るわ。今日は、突撃艦スーパーウィザードを紹介したわ。今、ダウンホール13ですごく流行っている戦術だよ。ただ、13での場合はインビジブルを複数使って延命させるから、それができないダウンホール10での代替案として、クローンの呪文を入れてみたぜ。突撃艦、レイジ、クローン、そこに落としてインビジブル、これだけで半分くらい壊せることも多いよ。簡単だから、もしスーパーウィザードをもらえる機会があれば、ぜひ使ってみてほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。